時間言ってないですね。おかしいこと言ってないですけど、すげえめんどくせえな。ほらー、直輔。どうしたんですか、ゴージャスさん。スタジオの玄関脱いだ靴が散らかってたよ。さっき俺が気づいて揃えておいたけど、脱ぐときにやらなきゃダメでしょ。おてんばにも程があるよ。ゴージャスさんが直してくれたんですか。そうだよ、まったくもう。ありがとうございます。さすがゴージャスさん。私が気づかないそういう細かいところにちゃんと気づいてくれますよね。まあね、いや、そうね、しかも直してくれてるなんて、どんだけ優しいんですか。私マジで人としてめっちゃ尊敬してます。てよ、褒められると照れちゃうな、これ参っちゃったな。いや、私には絶対にたどり着けない領域にいますね。そうかな。はい、私これからも靴脱ぎ散らかしますけども、ちゃんと揃えてくださいね、お願いします。わかった。うん、任せておけ。はい。いやいや、ちょっとなんかおかしくないか。ん、直輔が揃えるべきなんじゃないか。あ、私ゴージャスさんマジリスペクトです。こんな一流の人いません。いいよ、褒められると照れちゃうな。私の靴揃えてください。揃えちゃう。ありがとうございます。直輔、人の弱みにつけ込んで許さないぞ。長いね。脱ぎ散らかすって噛みますね。脱ぎ散らかす、言いにくかった。何探し、どうも皆さん。すごい優しい。先をゴージャス動画でございます。私がゴージャス、いや、ゴムロイ、行きまーす。ゴムロイ。そして、はい、ノースケ、いや、キャプテン高見、行きまーす。キャプテン高見。オーケー、よろしくお願いします。オーケーちゃんです。長い長い長い。いや、もうこれぐらいはもう、ね、お言葉劇場もう数えたら60回以上やってるんですから。いやいや、これぐらいはもう全然、はい、もう楽しくやっていこう。楽しくやっていきたいんですが、うん、まず点数を聞かないともう始まりません。いつも省こうとするんです、点数を。点数もいらないよ、もうちょっと頑張りやりたいんだろ。わかります、すごいわかるんです。気持ちはわかりますけども、やっぱこれは、うん、はい、毎回恒例になってます。じゃあ、いけ。はい、それでは今回のお言葉劇場は、はい、8888億円。おー、すごい、パチ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 だ。パチ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 、はい、さっき言われました。ひどい。他に何が優しいだ。全然、何が優しいだ。全然そんなことなかった。人として一流じゃない。パチパチ以外の理由はないんですよって。ないです。読まれちゃダメ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 。厳しい。厳しいですね。今日は自分の手の内を読まれずにやっていくわけだな。そうですね。はい、これは戦い領域でも重要でございます。ということで、本日も俺ガンプラを作ることで大人気のゲーム、ガンダムブレイカーモバイルで遊びたいと思います。まあ、時事的には前回とか先週ですかね、はい、はい、生配信ございまして、ありがとうございます、はい、大盛況、ねえ、はい、盛り上がりました。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。演者も、そして、視聴者も、ね、そして、スポンサーサイドも、はい、みんな万々歳。よかったよかった。一番幸せな形っていい感じでございますけどね。ねえ、ね、始まりましたね、はい、もう来月もやろうかみたいな話になってんじゃない。大好評でしたからね、ウェブサイトではもう。本当ですか。来週もやろうぜみたいなね。来週もやろうぜってなると、もう毎回生配信になっちゃうんで。ちょっとね、追いつくの早いかもしれない、ね。今日の企画の前にちょっとご説明するのは、ガンダムチャンネルさんで毎週火曜日21時30分に配信されております、はい、ガンダムブレイカーバトログでございます。バトログ、はい、現在第4話まで配信されておりまして、未来の自分、
4話まで見てるんだ、いいな、はい、今の自分はね、なぜか2話ぐらいまでしか記憶がないと思いますけれども、どうなってんだ、そうなんです、ね、4話まで皆さんはね、配信されているので、はい、そろそろね佳境に入ってきているところで、皆さん見ているんじゃないかと思うんですけれども、はい、今回そんなねバトローグで登場した機体の復刻貨車やイベント機体がですね、ガンブレ内で来ておりまして、アニメ同様盛り上がっておりますので、そんな盛り上がっておりますバトローグを題材にした企画をご用意いたしました。題してバトローグ縛りフレンドバトル。イエーイ、じゃないですか、はい、本当ですね。ということで今回はですね、ゴージャさんと直輔さんのバトローグに対する熱意、こちらをですね見せていただきたいと思っております。はい、ゴージャさんと直輔さんはですね、それぞれオケちゃんと藤原さんを含めた3体の機体と、今からフレンドバトルをしていただきたいと思います。なるほど、はい、つまりゴージャさんは直輔さん、オケちゃん、藤原さんですね、はい、そして直輔さんはゴージャスさん、オケちゃん、藤原さんとフレンドバトルをしていただきたいということですが、そのフレンドバトルでビルドする機体は敵味方問わず全てバトローグのパーツのみで行います。いいでしょう、はい、いいですね、はい、だメインパーツ、サブパーツはバトローグのパーツのみ、はい、そしてカスタムスキンは今回なしとします。カスタムなし、はい、なしでございます。その代わりのギアとかはつけて大丈夫、ギアはつけてます、はい、はい、で、あと AI パイロットですね、はい、バトローグの機体だと、要は不動流星さん、主人公ですね、と、ミサさん、はい、のお二人が AI パイロットにいるんですが、もしかするとお二人持ってない可能性ございますので、まだね、まだね、まだね、はい、他のガンブレのオリジナルのパイロットと、ゴージャスさん、直輔さん、それぞれの AI パイロット、こちらは使用してよしとします。うーし、ありがたい、これはでかいぞ、うん、ね、こちらを入れた上でですね、ビルドしていただいて、はいはい、お二人のうちどちらが勝利できるのかというのをちょっと競っていただきたい。いいでしょう、うわー勝ちたい、そしてですね、勝った方にはもちろん今回もご褒美ガチャを引いていただきたいと思いますので、いいでしょう、いいでしょう、エリオス引きたい、そうですね、まだあの今の、ね、時点のね、エリオスありますからね、復刻してますね、はい、であとはちょっと気になってるかと思うんですけども、ほう、グフタンクとガンダムリカバリーなんですが、はいはいはい、エンディングには出ていますが、はい、正式には出演していないのでなしです。え、この2体はダメです。はい、すいません。はい、じゃあゲーム画面いってみましょう、こちらです、ドゥン、はい、ということでゲーム画面いきまして、はい、やっていくわけでございます、はい、でまずですね、お二人にビルドしていただきたいんですが、やはりあのバトローグのパーツに限定しておりますので、ちょっとこれ足りないっていうところがあるかもしれません。だな、はい、いないです。ですのでお互いですね、ガシャを1回ずつやるのは OK とします。お、補充のために別に引かなくていいよこれ。え、引かないんですか。でもこのヘリオスは出たらもうあれですよ、レベル90ですから。確かに、もう即戦力、頭ね、頭欲しいわけ、頭欲しい、頭か射撃欲しいです私は。いや、これは引けたら相当有利ですよ。いきます。あ、いい、やってごらん、やってごらんなさい。お、で1回だけですよね。1回だけです。ゴージャスさんはもうちょっと考えてますね、まだ。バトローグの神様よろしくお願いします。バトローグの神様、せい、さあ微笑むか、赤い、赤い、微笑みました、赤い、まず微笑みました、赤い、バトローグ神、やったー、バトローグ神は微笑んだけど、さあバトローグ神ですが、どこが出るのかがまだ分かりませんからね。射撃か頭、おピンクということはこれは違うか、違いましたね。あ、でもニューだ、いいですね、ダメじゃね、ボーナス測定ちゃんとついてますよ。射撃か頭、射撃か頭、はい、いや出ない、射撃か頭、そんな、ちゃ、なんだ、頭微笑みますね、射撃、あー、バトローグシーン微笑みますね。でも結局射撃なかったら意味ないからね。よし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 、ああそうか、頭こそ手に入りましたが、頭見せてチック、見せてみましょうか、長押ししてごらんなさい、やったー、頭でしょ、ね、まあでも射撃だからさ、射撃がなかったら本当意味がないわ。そうだそうだ、泣けちゃう、
まあ、どうしよう。この先はですね使えますよ。この先とても使えますけれども、ね、はい、今日はやっぱ射撃がねプラスで欲しいところではあります。一応じゃあちょっと改造しておきます。そうですね、改造して証をつけたりとかして、そうですね、はい、パワーアップさせれば嬉しい。さあさらっと引きましたゴージャスさん、さらっと引きましたね。あさあゴージャスさんにも微笑むのか、マトログシは微笑むのか。ゴーヤーだー頭きたまだわかんないですけど頭きた、微笑みましたね、微笑んだ頭きたぜ。さあ頭が来るのか、頭来るのか。おーしゃっ、これはうん、欲しい。おーでも4回あーそこそこ、あ、でも、あ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 、パーフェクトストライク、うん、さあおじゃさんはどこが、どのパーツ手に入れることができるのか。頭に来い。来た来た、どこだどこだどこだ、足足来た足に来た足に来た。いやでも足も強いですよ、足も強い、知ってるよ、足も元のヘリオスは、ね、強いですからね。足も、足持ってんじゃない俺と持ってますね。これはもう合わせて、はい、合わせて強くするか、もしくは裏に入れるか。今回でもね、強化したらボーナス特性引き継げますからね。さあここでゴージャスさん、 AI の証を使ってしまうのか、ユリちゃんに使うのか。全然違う。やっぱ違いますよね。やってやるよ。おっと、すごい、思い切りましたね。一ノ瀬ゆりちゃんと添い遂げると決めましたね。すごい。そしてはい、うん、わあさらに、覚醒、どうしちゃったんですか。覚醒すごい、やると決めたらやるよ。どうしちゃったんですか、嘘、勝つんだよ。そこまで行かないといけないのか、私もそいつ以上の覚悟を見せないと今回は、いや覚悟を見せつけられましたね今、確かに。どうしよう、直輔射撃で来るのはもうこれ明白ですけども、なるほど、銃持ってないのよライフルね。あここら辺からお互いの牽制がまた始まってますけど。イジージングガンダムでいい。イジージングブレイジング改め、やっぱ強いのか、こっちにしますか。いけるよ。さあゴージャスさんはもう大丈夫なようですが、直輔さんはいかがでしょうか。ちょっと待ちを、ザクザクヘリオスが手に入ってます。時間制限設けた方がいいと思いますけど。そんなの言われてません。まあ、でもあとで、まあ、ちょっと時間的なこと考えたあと5分ぐらいで決めましょう。いけまーす。いきました。まずはじゃあゴーダさんからいくぜ、はい、さあ誰からいきます。 OK かー怖い、なんでこんな目の敵にされてやだな、いくぞゴーダさんお願いします。まずゴーダさん1戦目 VS オケちゃんです。さあさあいきましょう、うん、さあはい、あ、きた、あーあーチクチクされてる。クレイジーパンチ。わあ。全然効いてない。そうですね。お互い T 属性同士なので致命的な一撃にはなりにくいかもしれないですね。さあゴージャスさんは避けながら S。ああ全然届いてない。スキルを貯めている、スキルを貯めている。おお。さあゴージャス。さんの方でのこれで DX スキルが炸裂、これは耐えられないか。耐えられる、あ、ギリ耐えた、ギリ耐えた、ギリ耐えた、いけるか、どうだ、あ、アウトファイター、おー、あー、どうだ、どうだ、どうだ、やだ、あー、危ない、イジージングガンダムだ、危ない、ナイス勝利。最初は危ないかなと思ったんですけども、はい、やっぱりイジで頑張りました。イジって大事ですね。テーマイジ、はい。さあ第2戦直輔ベース直輔さん、分かりました、
いける未来しかない。はい、でもゴージャスさん、メガゴージャスガンダム、あ、間違えた、やめてください。それだけはやめてください。いくぞ、お願いします。意地と意地のぶつかり合い。さあ、勝つのはどっちでしょう。さあ、おー、トンファー。ね、トンファー。トンファー、でも、そのトンファーはね。さあ、そして、そのトンファーって違うトンファーでしょ。いや、こっちで引けたトンファー。あたたた、あたたた。はい、ですね。まずは、ゴージャスさんのトンファーが炸裂。いけいけ、いけいけいけ、あー、足んない、足んない。インファイターですけど、ちゃんと射撃もしますね。します。いけ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 、突っ込め突っ込め、突っ込んでくる。さあ、突っ込め突っ込め、チャンスをね、失敗した、間違えた、間違えた、うん、頑張れ、耐えろ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 、頑張って、ギリ耐えました、ギリ耐えました、よっしゃよっしゃ、ギリ耐えました、いたたたたたた、やーっと、攻め手にあげる、いけるか、頑張れ、いけるか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 、イジージングガンダムだ。さあ、これがイジージングガンダム、やってくれたな、素晴らしい、いいですね、相手の攻撃の隙を与えない、いい攻め方です。うちならな、はい、向きになるから、こういうのやっぱり。その本当にほら、ガチガチ、ガチガチのガチにしてほらね。藤原さんはヘリオスをどうしても手に入れたくて、たくさんガシャをしたので必然と強くなりました。いやいやいや、やってやろうじゃないか。強すぎる。さあ、藤原さんに勝てるんでしょうか。ゴージャスさん、お願いします。いくぜ、うん、イジージングガンダム出撃だ。勝てるかな、勝てるかなじゃない、勝つんだ。いいですね、それがイジージングガンダム、イジージングガンダム、いいですね、完全なヘリオスか。あ、もう、あ、こういうことね、はいはいはい、お、あ、それね、はい、なるほど。あ、始まりました。スカスカスカって。スカスカだった。おー、いいですね。いいですね。おー、おー。好きしかない、好きしかない。おちゃーちゃー。さあ、いいですね、いいですね。かわしてます、かわしてますよ。ちゃんと、円を描くようにかわして。はい、ありがとうございます。おい、おい、お留守だよ。上機嫌。お留守だよ。さあ、この地域で決まるか、決まった。イジージングガンダム。素晴らしい。強いですね。さあ、じゃあこれに対して直輔さん。はい。今度はゴージャさんが敵に回りますからね。そうだ。全然いけます。名前はなんつうの？ガンダム、機体は。バトルオブガンダムです。強そうだね。名前でまずマウント。シンプルが一番ですから。じゃあまずは。はい、おけちゃん、なるほど、それで先ほどと同じように、はい、おけちゃんからじゃあ行っていただきましょう。おけちゃんダムから行くか。はい、おけちゃんダム、じゃあ直輔さん、お願いします。おけちゃんもおけバトローグでしたよ。はい、一応おけちゃんダムじゃなくおけバトローグでしょうね。はい、乗ってはいない。毎回言ってくる。すごいですね、毎回言ってくるじゃないですか。ちゃんと指摘しますね。いけ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 、まずね、その前で射撃をしつつ、あちゃ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 、あちょー、はい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 、見せなこダンス系でね、削る作戦出てますね。ダンス系何ついてんのこれ、何ついてんだ、やられっぱなしだから、早く行け、行け行け、何やってんの、オッケー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 、何にもやってないじゃないか、オッケー、痛い痛い痛い、いけるか、イエーイ、楽勝、やられました、ボケ何枚出てる。ダンス系はちょっと、ダンス系なんで動けなかったですね。何やったっけ、胴体か、はい、イベント機の、イベント機の方の、はい、属性の違う方のヘリオスはダンスなんですね。そうかそうか、それだそれだ、よっしゃ、イージージングガンダム、イージ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 、すごい、もうテーマすごいですね、ちょっと意地悪な感じしましたね。よし、行きます、行きましょう、アウトファイターね、ダンスね、ゴジャスさんの機体もオケちゃんと同じアウトファイターですね。はい、そう、あだし
じゃあ私はトンファーの裏にはトンファーだ。トンファー重ね。おちょ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 ーい。よし。さあどうだ、いけるか。じゃーん、おっと、イエーイ、素晴らしい、楽勝。ゴージャスさんにも勝ちましたね。ナオスクさん2連勝、はい、ラスボス、ラスボス藤原さんですね。はい、藤原さんにもし勝つことができれば、はい、ゴージャスさんとのエキストラマッチですね。あのお互いオートで戦うということで。なるほど。ただもしここで藤原さんにナオスクさんが負けた場合、ゴージャスさんの勝利となります。よし頑張れ、落ち着いていこう。落ち着いてゴリ押ししちゃダメ、避けながら。ゴリ押しした時にですね、カウンターが怖いですからね。そうですね、熱い戦いみたいな。よし見せてやりますよ。はい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 、遠くから、インファイターですけど遠くから、うんうん、インファイターとはいえ、とはいえ乗ってはいない、乗ってはいない。毎回言ってくる、遅れて指摘をしてきましたね。はい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 、避けながら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 、ちょっともうちょっと遠く回ろうかね。はい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 、もうちょっとダンスなくなったよ、ダンスなくなって、こうやって引きつつも近寄って、はいはい、どうだ、さあエメラルドコーディネンス決まった決まった決まった。耐えろ藤原、耐えろ、ここで切れるか。さあ耐え切りました。耐え切った耐え切った、カウンター打ってこい、カウンター打って藤原、藤原カウンター打って、打て EX、 何どっちだったんだ。いけ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 、トンファーでトンファーで倒す。さあさあ決まった、連射いけるか。よかった素晴らしい。さあということでここで決戦をしたいと思います。おっしゃ、ゴージャスさん対直輔さんでオート対決ということで、これはどちら、ゴージャスさんからいきますか。ゴージャスさんだけでいいんじゃないですか。ゴージャスさんが直輔さんに対してオートにしましょうか。はい、不正はありますか、大丈夫ですか、大丈夫ですか。不正ないですかこれ。なるほど。関係ない関係ない関係ない、そんな早田を競うやつじゃなかったの。早田を競いますよって言ったら俺もちゃんとね、今のところ終わります。じゃあ今のところ3回終わって、うん、お二人ともね勝ちました、はい、ただ勝利した時間にしては若干直輔さんの方が早かった。時間は言ってないじゃないですか。一回巻き戻してもらっていいですか。じゃあ言ってはいなかった、時間言ってないですね。言ってなかったんですが、はい、決戦になった時にちょっとだけね、差はどこか探した時にそうなってしまったので、直輔さんが受ける側か、こうあの要はオートで戦う側か受ける側かをちょっと選びましょうか。いやだって、じゃあダメージの数字でつけるダメージどれくらい出したか、数字ね、それと一緒ですよ。時間で換算しましょう。いや、ダメージの数字じゃないですか。え、悪あがきだ。僕はおかしいこと言ってますよ。あの、おかしいこと言ってないですけど、すげえめんどくせえな。そんぐらい勝負してる、そんぐらい考えてもらって困ってたよ、こっちも。忘れてんじゃないんだよ。一斉のせいでオートダブルオートですね。一斉のせいダブルオートします。一斉のせいダブルオートして先に勝った方の勝ち。そうそう、あーなるほど、いいですね。では先に勝った方の勝利でございます。せーの、おー、はい、来ました。頑張る、信じてるぞ。パトローグガンダム行け、来たな。乗ってはいない、乗ってはいない。毎回言ってくるんだから。ちょっとインファイターだからね、こう攻める攻める。よし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 。さあさあ。離れて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 。オッケーオッケーオッケー。行け。さあ今のところ、若干直輔さんのは若干有利ですか？若干ですね。若干ですよね。本当若干ですよね。ああ全然ダンス受け打ってくれないんだ。ただゴー。打て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 。今だろ。今でしょ。打て打て打て。ダンス受け打て。ただゴー。やってきた。真ん中を追って、真ん中を追って、早く
イジイジイジングガンダムやられるこれは何も言えないんじゃないですか。何も言えないですね。もう一回やろ言えたこの後に及んで言えたよ。言えたよかったー。なんで打たないんだね。真ん中ずっと溜めやがって。格闘技なのに真ん中打たなくてどうすんだお前ら。本当に舐めてましたね。ああ面白い。さあではご褒美ガシャの方ラオスクさんに引いていただきましょう。はいはいはい。まだねちょっとステップアップ1回しか引けてなかったんで、あれあと2回引きます。はい、ありました。ご褒美はあの30連になりますので、はい、でまずこの20連は確定までいこうということですね。うんうん、そうですね、はい。ではお願いいたします。絶対1個出ますから。テリオス揃っちゃうんじゃない？揃っちゃいますね。いきまーす。ただ頭もう1個ぐらい欲しい。いきます。これは出るかわからない。赤砂パワー。赤砂パワーをいただいて吸い取っているいただいてイジイジングガンダムの赤砂パワーを吸い取っているイジイジングはイジるんじゃないもんさあ、来るか。いやピンク、ピンクピンクピンクでした。ちょっとしかもらえませんでしたね、赤ちょっとだけ、ちょっとだけ取ったちょっとだけもらったんで、ね、白混じっちゃった。白白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 安定の安定の伊藤じゃないんだよ。はいいじゃない、はい、出ました。さああと何が出るかですね。どうだ、もう来て、もう来てもいいよ、もう来てもいいよ。どうだ、うん、うん、ずっと、うん、やっじー、うん、あーじー、うん、あーうすあーうラスト、ラスト、ラスト、足3個目、3個目いい、突然ラスト3個目だ。よし、まあ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。嬉しい、バッチももらって、ね、そうですね、改造しよう。ありましたし、あじゃあちょっとやっぱり、はい、流星引きましょう。 あら残りの10連は AI パイロットガシャですね。はい、はい、久しぶりに引くな、はい、不動流星さん、はい、来てくれるでしょうか。来てほしい。時期の属性がパワーの時、射撃攻撃の回心率 30% 上昇、うん、強い。あれしっかり強くなります。はい、いきます。次にまでしょう。そうね、ちょっとね、3は欲しいですね。はい、パイロットは。いきますよ。はい、お願いします。これで赤ですよね。赤が光るといいんですよね。この場合はピンクですか。ピンクですね。ピンク今だ。いった。パクッと、パクッといっちゃって。パクッと。さあ何色？何色？おーっと。さあ色は。ピックアップですか？ピックアップですか？どっちかってことですよね。どっちか来い。どっちか、どっちかね、来てくれるといいです。本当に。さあ。ああ、コアラサワー。たとえコアラサワーなんです。早めに来てしまった。早めに来てしまった。よし、でも大丈夫。もしかすると。まだある、まだある。まだあるぞ。まだあるぞ。来い、来てくれー、主人公。あと、あとお一人ぐらいでしょうか。いやー、青い。さあ、青い。あーと、ゴール終了。あと1個、コーラサワー。どうだ、どうだ。コーラサワー、美味しそうな名前。美味しそうな名前。そうだね、夏に、夏にね、爽やかな感じ、ね、夏に良さそうな名前。良さそうな名前ですけどもね。時期の属性がスピードの時、全攻撃の、あ、ヨダメージ8上昇。ヨダメージタイプですね。いいですね、はい、これはクリエイティブミッションで使えそうだ。そうですね、ありがとうございます。ということで、はい、まあ、でもこちらも星4いっぱいゲットでおめでとうございます。ありがとうございます。今日のミッションクリエイター、はいはい、ということでございまして、はい、はい、視聴者の皆さんのクリエイティブミッションを紹介しながら実際に挑戦してみようというコーナーでございます。はい、今回はゴージャスさんに挑戦していただきましょう。いきましょう。
さあ、そして今回、クリエイティブミッションを送っていただいたのはソリスさんですね。はい、ソリスさん、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ついに実装 3on3 フレンドバトル、ございまして、フレンドバトルを 3on3 でできるように調整しました。ワンワンとはまた違った戦いをぜひお楽しみくださいということでございます。なので、こちらも招待編成で3体出すことができます。そして、おそらくは、まあ、敵も3体一斉に出てくるでしょう。望むところだ。おー、ソリスさん。さあ、ちなみにルールも見てみますか。確かに、ルール、さあ、格闘射撃倍率まさかの 5%、 5% ですね。それで調整したってことですかね。はい、ということは、まあ、どちらにせよダメージは、ね、格闘にせよ射撃にせよちょっと通りづらくなってるということですね。もしかすると結構長期戦になるのかもしれません。長期戦、望むところだ。おお、はあ、強そう。さあ、ガンプラファイト、レディーゴーでございます。大丈夫。大丈夫。回復もしつつ、基本的にね、あっち打ってくるけど、ハイパースカイザンパーを後ろ、ね、スカイザンパーで返す。スカイザンパーの後ろにスカイザンパー、そしてガンタンバースト。行きますよ。すごい。だがラストシューティングでのカウンター。あれ？大丈夫、全然大丈夫。あれ、仲間もいないかもしれないです。いや、いる。さあ、味方機が激化されましたって一個出ましたね。大丈夫。いるよ。だって書いてあったもん。大丈夫、間違ってんだよ。だって書いてあったもん。見ました、表示見ました、書いてありました。あ、じゃあもしかするともう一人で戦ってるかもしれないです。こっからも本当に、はい、孤独ですよ。孤独じゃない孤独ですね。ただね、ゴージャスもね、クールタイムで折れない心で、向こうも折れない心を使ってますからね。あっち全然折れないですね。こいつを一回やらないとダメなの。あー、もう回復されちゃいますもんね。こっちもするよ。いやー、折れない心、いや、どうだこれ。さあ、でもゴージャスもね、無敵時間を利用してその間に技を放ってはいるんですが、いやー、どうだ、ラチが開かないですね。ゴージャスも溜まってはいるんですけれども、諦めてない。いや、すごかった。ソリスさん、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そしてですね、はい、近日中にですね、ミッションクリエイト、これ大会をちょっとこのゴーレス動画の方で行いたいなと思いますので、はい、もう今のようなですね、強いクリエイティミッション、あとはですね、面白いクリエイティミッション、一風変わったようなね、クリエイティミッションございました。皆さん、どんどんまた作っていただいて、どんどん投稿していただければと思います。はい、もちろんですね、この動画の方のコメント欄に、感想とかとともにですね、 ID を書いて送っていただいても構いませんし、Twitter の方にハッシュタグ今日のミッションクリエイトと入れてですね、投稿いただいてもこちらの方で探させていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、エンディングでございます。おけちゃんから、はい、ここで番組からお知らせがございます。はい、まず現在新作ショートフィルムガンダムブレイカーバトローグの配信を記念した豪華ゲーム内キャンペーンを開催中です。無料500連ガチャキャンペーンや豪華スペシャルログインボーナスをはじめ、ガンダムブレイカーバトローグのオリジナルパーツ集め用キャンペーンなどなど、さまざまなキャンペーンを実施中でございます。また初心者の方やお休み中の方にも嬉しい初心者応援ログインボーナス、カムバックログインボーナスも開催中です。今のこの超お得な期間にぜひガンブレを開始してください。はい、します。そして耳寄りな情報がございますよ。先々
週の生配信でもですね、うん、ちょっとだけお伝えしました年内予定のバージョン 3.2 アップデートの情報がですね、うん、はい、11月の19日に公式さんの開発運営レターで公開されるということですね。公開される、はい、うん、これね、気になる情報たくさんあると思いますので、ね、ぜひ皆さんご期待いただきたいと思います、はい、バージョン 3.2 のアップデートは年内予定されているそうですので、うん、こちらもご期待ください、はいはい、さらにさらに現在ガンダムブレイカーバトローグをテーマとしたガンプラビルドコンテスト前半戦を開催中でございます、はい、バトローグのオリジナルガンプラパーツを使用したオレガンプラを作り出しですね、うん、ぜひ皆さんご参加ください、はいはい、さらにさらに第5回ゴージャス動画カップも開催中です、はい、今回はストーリー性を感じる作品を募集しております、うん、合わせて詳しくはですね公式ツイッターアカウントの方をチェックしてください。お願いいたします。お願いします、はい、よろしくお願いします。というわけで、うん、どんどん面白くなるガンダムブレイカーモバイル、皆さんもねぜひダウンロードして見ていただけると光栄でございますよ、うん、ねえ、ねということで本日はここまででございます。また次回お会いしましょう。バイバーイ。これ前言ったっけ、何ですか。直輔ちゃんがマルチいつも11時からやってるでしょ。はい、前は11時45分ぐらいで、うんうん、あの退出してお風呂入ったでしょ、はい、うんうん、最近は、うん、いつも11時半から、はい、行きますって言うでしょ、はい、お風呂の時間変えた。はい逆にしました。さっぱりしてからってことね。そうです、さっぱりしてからの方が、はい、やっぱこうね、皆さんしこりに残るじゃないですか、はい、あれもうすぐで終わるのに、うん、風呂に入りやがったぞあいつっていう見られ方よりかは、うん、さあ、お風呂入ってきてさっぱりしたんだな、うん、よし一緒にやろうよっていう、はい、そうとなると、うん、11時から11時45分までやってお風呂に入ったとこの子が前ね、はいはい、前は今は11時半から12時まで、うん、一緒に、はい、やってますね。で15分減ってんだよね。それは、うん、キリがいいかなと思ってどうです、15分から入りますって言われたらなんかややこしくないですか。あ、もう15分だなっちゃうじゃないですか、まあ、そもそもそこの1時間を空ければいいんじゃないかなって話も、うん、もしてます。お風呂はそのタイミングって決まってるんですよ、坂道ではその辺のタイミングで知らんがな